さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーのおきれいです。ダンスの赤です。さあ本日は奥只見丸山、はい、ハーフパイプでございます。だいぶ立派なハーフパイプが4月の末に滑れるですね。だいぶ立派ですよね。だいぶ立派ですねで今僕らいるのスタート台なので、ここから初速つけてギューンってやる人たちもいるんだろうなっていう感じですけれども、まあ、このハーフパイプを我が君とこれからファンなライディングをちょっとやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ若君、はい、僕頑張って追っていきますんで。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいよー、若君トップ、イエーイ、おーい、そっち、ありがとうございます。ハーフパイプという名のだいぶフリースタイルなライン取りだったね。だいぶフリースタイルなライン取りいいですね。シャ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 、はい、知ってるんですよ僕、はい、ね、レギュラーバックさんの壁がちょっとね日陰なんですよね、うん、ね、そうですね、はい、なんでちょっと硬かったりするので、あのハーフパイプって言ってもこうやって綺麗にこっちとこっち行かなくちゃいけないわけじゃないんですよ。オリンピックじゃないから、ワークみたいにフリースタイルなライディングも、はい、お二人楽しめます。感じだから飛ばなくてもライン作れるよね、うん、面白いさすが奥只見、まあ、続いては我が軍のパークセッションです。今のはいいね。ありがとうございます、ね、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。いいね、奥只見ね。楽しいですね。なんか奥只見のジャンプって、うん、はい、もうトッププロじゃないと飛べないっていう15メートル級を僕想像してたんだけど、めちゃくちゃでかいみたいな。そんなことないんだね最近ね。そうですね、上が7、8メートルぐらい、うんうんうん、下が10メートルちょいかけるぐらいなのかな。ちっちゃいのも全然あるしっていう、はい、で、あなた今の若くみたいに飛ばないこうラインをつなぐこともできるので、うん、ぜひぜひフリーライディングが好きな人も春の奥只見遊びいらしてみてください。それでは今回は僕と若くんで奥只見のパークセッションでございました。それではまた、スノーボーダーの青木瑠衣でした。レイタースの若でした。